立ち飲み行こうよと行こうと思ってるんですよ。ここなんと元祖立ち飲みって言って、まあなんかいろんな立ち飲み屋さんがあると思うんですけど、ここの立ち飲みを基本にして真似てるという話を聞いたんで、どんなとこかなと思いまして、では行きましょう。すいません、2名行きますか。外でいいですか？あ、ここ？ここに書くらしいな。え、それ書いたのお前？いや、書いてない、書いてない。元から書いてあった。確定演出みたいな。あ、これ確定演出まさか。そういうこと。ビールは強制かもしれない。壊さないのもん。じゃあ俺マカホシで。あ、じゃあ。あ、半々でいいか。すごいな、でも人の量が。ね。立ち飲み屋の。うまいな。押し込まれとる。端っこよ、もう。でも安いな。なあ、安いよな、これ。だってさ、どれもさ。200円以内。そう。飲み物入れたとしても500円以上がないっていう。最高やん。これ野菜の天ぷらって何個ついてくるんかな。なんか赤い系のやつ人気いいんかな。そういうこと？赤飯が多分おすすめだと思うから、頼んでいこうや。5、6、7。1100円だ。違うな、多分。マジで1030円じゃん。あ、そうか。え、なんかの違う。あ、え、全然違うやん。みんな2人とも違う。これね、多分ね、その場で払うよね。そうやと思う。本当に合ってるか怪しくないぐらい安いよな、全然違うみたいな。サンピンとドリンク頼んでね。すいません、お願いします。はい、おじさんも頼んだ。あのペさん、ラスパイマンが電話もね、じゃあ、ハムカツアイは。ありがとうございます。マグロか。マグロや。あ、すいません、ありがとうございます。あ、了解です。すいません、すごいな、みんな仏壇やってるわ。これちゃんと2つ用意してくれて嬉しいな。今日は左手首違うな。なんかニンニク揚げみたいな。これはもうすごいね。これもう何が来るかって常に気張っとかなあかんっていう。それ取られるかもしれない。ほんまに。イエーイ、乾杯。お疲れ様です。高いな。いただきます。うん、ちょっと冷たいけど。冷たいの？うん、でもね、味美味しい。結構肉肉感があって、 あれね、トロトロじゃないタイプね。そうそう、なんかちょっと吸ってる感じ。うん、うまい。俺たちギリやったな。多分ラストぐらいじゃないこれ。でも耐えたね。うん。これ180円やばいな。ちゃんと味染みてる。ねえ、ちゃんと味染みとるよな。ちょっと冷えてるのが残念やけど、ラーメンに入れたらあったかくなる。ねえ、そうそう、ラーメン入れたらちょっとあったかくなるから。喋っておく。うん、タレも美味しい。全然生臭さがない。これなんかもっと凍ってるんかなって思ったし。安いから凍ってんやろうなって思ったら、凍ってなかったから。
うまい、これ。あ、すいません。ありがとうございます。危ない危ない、格外が取られそうだった、ほんまに。あ、打てばいいだけど、これ同じジャンパーじゃん。そう、まさかのペアルックっていうか、男同士で嫌やわ。止まったんすよ。アホです。ちゃんとカリッカリねえ、プラレッチじゃないわなあ、そういうの。まあ、わかんない。最近、レンチンの能力上がってるから。あ、そういうこと。うん。ね、これのやったら、レンチンでもおかしくない。間違いない。それぐらい安い。ね。ああ、いいね。タン。あ、いいやん。タン食べようや。1皿200円。安いやん。確かに。野菜の特価は、あんの野菜入った、いや、わかんない。小松の気合いの野菜が入ってるかもしれないけど、そういうこと、まあいいでしょ。220円。いや、小松さんもやまるでいいです。絶対いらんの。すいません、お願いします。おつぎいただけますか。すみません、ありがとうございます。待って、これ何、この赤い梅肉ソースじゃない。あー、梅肉買ってるな。いや、分からんけどね。分からんないか。もみじおろしかもしれない。あー、うん、おいしい。何やった分かんない。見たことある、うん。でも、うん、本気のしゃべへん食べるけど、やっぱ美味しいわ。本気うまいよな。温かい。え、そこ触れる？まあ、すみません。ねえ、すごい。さつまいもとかけるもかき揚げ小松によってついてきた。ね、これタン、塩かタレどっちがいいって言われたんやけど、タイにしといた。え、ほんまに。うん、いや、ありえへん、ほんまに。うん、もう二択オンやわ。オンチって、マジ、マジ。あれ、ダメ。え、なんでダメなんですか、タイだと。タンをタレで食べるなんてありえない。マジ。タレって何のタレ、焼肉のタレ。いや、わかんない。特製タイだよ、特製タイ。自家製特製タイだ。ありえないわ。ありえない。あ、すいません、ありがとうございます。はい、こんな感じ。ね、でも美味しそうやん、タレ。うまそうやな。ね、タレでよかったかもしれない。二択オンチやわ、二択オンチやわ。逆にな。そう。もう醤油食べたかったかもしれん。マジ？これはね、塩辛いかもしれない。これこれ美味しいけど。あん。カリル。カリル。けたら結構美味しい。あ、うん、うまい。醤油当たり。あ、これさ、塩コショウかと塩やん。ここ暗いもんな。うん、なんかここ暗いもんな。なんかコショウかと思って。この子なんないよな。まあ考えたら。うまっ。最初はグー、じゃんけんぽい。
買った。かき揚げ。さつまい食べたかったらいいよ。そう。かき揚げ食べたかった。ですよ。ちゃんと見てくれてるんだな。結構かき揚げの足を。そんなかき揚げとハゲるで。ハゲてる。ブラック企業でハゲてるっていう結構特徴強いもんね。これうまい、うまい、けど冷たいここ外やから次冷えんやと思う。そういうこと、うん、じゃあ俺も次塩でいこう。うん、うまっ。やっぱ冷たい、うん、冷たい。あ、終わった。ちょっとは寒いけど、気持ち温かい。あー、マジで。なんか俺のちゃうやん。あ、俺の足使ってたこと。分からへん。まあいいよいいよ、なんでもいいよ。小松と俺の仲やん。ペアレックス仲やんか、足の使い回しぐらい気にすんだって。すいませんでした。してるっていう。もうここで半分か出ていいんかな。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おい、うなぎ食いに来たんじゃないよ。何食べに来たの？鯉食いに来たの。鯉食えます。鯉食べたの。鯉のあれとか言ったの。安くない？これで400円。これが鯉のあれ。何や、ちゃうよ。何やろな、これ。